長崎大学は、長崎県長崎市文教庁1の14日本部を、北日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は長大。起源期限は、幕末の1857年に、オランダ海軍の軍医ヨハネス・ポンペファン・メーデル・ホールドが、長崎奉行所内に開いた日本最古の医学校、医学練習所である。 直接の前身は1923年創立の長崎医科大学で、旧制六医科大学の旧管理大学の一つである。第二次世界大戦後に同校と長崎県内にあった他の学校が統合され、分離にまたがる総合大学となっている。2020年には多文化社会学部の新設から6年ぶりに、情報データ科学部が新しく設置された。 2019年4月には学生や教職員の健康を守るためとして喫煙者は不採用の方針を打ち出している。5月には学内に禁煙外来を新設予定。教職員が約4000人おり、2018年8月時点の喫煙率は約8%となっている。本学は1949年に長崎医科大学及び付属薬学専門部、 長崎経済専門学校、長崎市販学校、長崎青年市販学校を包括して設置された国立大学である。各学校の前身まで遡ると、明治、大正期以来それぞれが異なる歴史を歩んできた。1950年代、60年代に、キャンパスの移転、統合が行われ、現在では、全球学部のうち六学部が、文教キャンパスに、 旧制長崎医科大学以来の医学部、私学部、長崎大学病院が、坂本キャンパスに所在する。経済学部だけは、片淵キャンパスに所在し、旧制長崎高等商業学校以来の、国の登録有形文化財に登録されている土木、建築物が残されている。総合病院を有し、熱帯医学研究所や、大学院熱帯医学、グローバルヘルス研究家の淵、 がんの研究などが行われている。また水産学部が設置されている。学部数が多く、特に理系の学部が多い。1997年には、全国初となる分離融合型の環境科学部が設置され、また2014年4月には、全国唯一の多文化社会学部が設置された。熱帯医学、感染症、放射線医療科学分野における卓越した実績を、 基盤に予防医学や医療経済学等の関連領域を学際的に集合して人間の健康に地球規模で貢献する世界的グローバルヘルス教育研究拠点となる。すべての教育研究領域の高度化、国際化を推進するとともに国内外のトップレベルの大学との連携の強化及び実質化、管理運営、人事システム改革。 学内資源の適正再配置等を通して、大学全体の総合力を格段に向上させ、世界最高水準の総合大学への進化のための基盤を構築する。グローバル化する社会の要請に応えるべく、国際水準の教育、キャンパスの国際化、日本人学生の留学の飛躍的拡大の実現に向けた戦略的かつ包括的な教育改革を推進し、 地域の課題を掘り下げる能力と多文化が共生する国際社会の現場で活躍する力を兼ね備えた長崎大学ブランド人材を育成する。特に学部教育においては学生参加型の新しい教養教育と世界標準の学部専門教育との有機的結合により問題解決能力、創造的思考力、コミュニケーションスキル等の学士力と 各専門分野の知識、素養に裏打ちされ、現実の課題に即応できる個性輝く学士を育成する。また、新しい大学教育を高校教育改革と効果的に接続させるため、多面的かつ基盤的な資質、能力を図るための新しい入学者選抜方法を先進的に開発、導入する。地域に基盤を置く総合大学として、 地域のニーズに寄り添いつつ、教育研究の成果を地域の行政、産業、保健医療、教育、観光に還元し、グローバル化時代における地方創生の原動力となる。特に、海洋エネルギー、海洋生物資源、水環境、地域福祉医療、核兵器廃絶など、地域社会の持続的発展に大きく貢献し、かつ、地球規模課題にも直結する。 特色分野における教育研究を重点的に推進する。また、東日本大震災直後から継続している福島との共同を強化し、福島の未来創造に貢献する。太平洋戦争末期、長崎市は原爆攻撃を受けた歴史を持つ。このため、長崎大学は核兵器廃絶研究センターを設立するとともに、放射線被爆医療に力を入れてきた。 こうした背景で、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故のほか、それに先立つチェルノブイリ原子力発電所事故の被災地への支援を行っている。ロゴマーク国立大学法人長崎大学、発足以後の2005年4月1日制定。商標登録されている。オランダ線のへ先にニューの頭文字をつけ、右肩に 大学の字を配したマークが以前から使用されてきた。このマークの正確な図柄が不明確であったため、聖地化するとともに、従来のマークにやや動きを加え、新たに船出した国立大学法人長崎大学を表すものとして、制定した。日本が鎖国下にあった江戸時代、長崎の出島がオランダを含む海外との数少ない窓口であった歴史にちなむ、 長崎の N を模した略式ロゴマークである。左側が地域、日本国土を取り巻く広大な海とその先にある国際社会を、中央の線は学生、教職員を、天は、創造を、右側は自然環境の豊かな地域、日本国道、これらの図形の重なりは、それぞれの分野での調和と貢献を表している。学科1962年。 学内公募により制定。入学式、卒業式で歌われている。経済学部教育学部教育学部胸医学部私学、部薬学部薬学部胸工学部工学部胸2009年度までは、各学科が独立していたが、2010年度に4系統、7学科になり、2011年度から1学科6、構成となった。2005年度から2010年度の、 厚生水産学部水産学部旨環境科学部、全学教育旨、環境科学部旨、多文化社会学部総合教育研究旨、情報データ科学部新、付属図書館中部高度21世紀 COE、プログラムグローバル COE プログラムノーベル賞、採択されている、プログラム3キャンパスの中で最大のキャンパスである。とはいえ、平地が金賞である長崎という土地柄、 国立総合大学としては、キャンパスは狭く18万平方メートル余りしかない。大学本部、教養教養の講義を行う、教養教育棟、及び7学部の教育棟がある。1箇所に6学部が集まっているため、学生の学部間の交流は盛んで、部活動やサークル活動での学部を超えた結束は強い。文京キャンパスの場所は、 太平洋戦争中、三菱兵器大橋工場があり、長崎市への原子爆弾投下により大きな被害を受けた地域の一つである。周辺に教育学部の前身である、長崎市藩学校男子部があったが、校舎倒壊により、大村への移転を余儀なくされた。長崎大学発足当時に、大村市や佐世保市、諫早市に分散していた学部も、戦後の復興とともに徐々に、 長崎に戻り、現在の文教キャンパスが形作られた。キャンパスには4つの門がある。正門を入って、すぐの中部行動は、東京海洋大学や水産大学校と同様に、中部賢吉の寄付によって建てられた。現在は、講義や集会といった用途にとどまらず、講演会や部活動にも活用されている。行動前面の広場は、外部からも目立つため、 待ち合わせ場所や休息場として、長崎大生や近隣住民の憩いの場ともなっている。大学敷地の北側には、体育館や、グラウンドテニスコートがある。北門周辺は、住宅地となっており、学生対象のアパートも多い。また通りを挟んで教育学部付属の幼稚園、小学校、中学校が設置されている。東門は、 長崎県道113号長与昭和町線、長崎バイパスにつながる。通りを挟んで、純真中学校、純真女子高等学校があるため、文教キャンパスの正門から東門の間は事実上、純真生徒の通学路となっている。難門を入ると、駐輪場、情報メディア基盤センター、保健、医療推進センター、教育学部棟がある。また、 文教キャンパス内には、放送大学長崎学習センターがある。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。医学部、私学部の教育旨、熱帯医学研究所があり、長崎大学病院が隣接している。医学部は、旧制長崎医科大学を前身としている。 1945年8月9日午前11時2分に投下された原子爆弾により爆心地に近い坂本町の医科大学では教育棟及び病院の中にいた教職員、生徒、患者の多くの命が失われた。また大学に保管されていた文献や研究資料も失われ建物の損壊も激しかった。長井隆氏は 長崎医科大学の卒業生であり、原爆が投下された当時は、長崎医科大学で助教授を務めていた。原爆投下直後、校舎や病院は、長崎市高前町の他大村市や伊佐市に分散したが、戦後の復興とともに、以前の高地に復帰した。片淵キャンパスは、長崎高等商業学校が1905年に開設されて以来、 長崎大学の3キャンパスの中では歴史のある高地であり、現在は経済学部がある。経済学部倉庫、競輪会館、くぬぎ川橋といった長崎交渉以来の土木、建築物が国の登録有形文化財に登録されている。キャンパス内の桜は花見の名所として知られており、高知脇を流れる中島川にはホタルが飛び交う。原爆被災の際、 片渕高チは山に遮られる形となったため被害は比較的軽く長崎医大臨時本部が置かれた。長崎医大が前日の通り多くの文献や研究資料を失った一方で経済学部内には明治以来の移行、戦前の中国、朝鮮半島との経済交流に関する多くの研究資料が残されている。幕末の出島の風景を描いた絵図も所有している。 以下の交通機関はすべて長崎駅前を基準としている。長崎ブリックホールの大ホールで行われている。長崎ブリックホールの開館前は長崎市公会堂で行っていた。2005年の卒業式及び入学式よりオープニングに長崎大学ロマンツアー合唱団と長崎大学還元楽団によって学科が演奏されている。インターナショナルカルチュラルデーは 文京キャンパスの中部高度及びその周辺で7月頃に行われる留学生主催のイベントである。学長挨拶によれば2003年に初めて行われた。カタカナではインターナショナルカルチャーデーやインターナショナルカルチュラルデーと書かれる。今日愛な土地柄であり、大学近辺の平地といえる場所に位置するアパートの家賃は町の規模に必して高い。 長崎大学生の平均家賃はおよそ4万3千円。軽量な多段式、ロードバイクや電動アシスト自転車を利用して坂の町であるが自転車で通学する学生も少なくない。ありがとうございます。